先週は徳地の特産河原ケツメイ茶の製造元や、あとはそうセンスとアイデアでカバン作りされている工房を訪ねましたよね。素敵な作品が並んでました。国道489号線沿いを歩いています。ここにですね、県指定の天然記念物に指定されているものがあるんです。それが妙見社の大イチョウということなんですね。さあ、それがどのぐらいの大きさのイチョウなのか、はい、鳥居をくぐって入ってみましょう。イチョウは鳥居をくぐってですね、100メートル以上歩くと、全景が見えてきました。見えてきました。見えてきました。わかります。先にですね、天然記念物という石碑があるんですが、そこにありました。大きくそびえ立ってる。あったあった。これが大イチョウです。すごいですね。何がすごいかって、大イチョウはこの胴回りがなんと県内一の太さなんですね。樹齢は700年以上、高さは35メートルもありまして、こちらも県内のイチョウの中でトップクラスなんです。こんなに大きな立派なイチョウがあるとは存じ上げませんでしたね。びっくりですよね。注目の太さなんですが、目の高さぐらいで 8.5 メートル。で、根元の周囲は12メートル近くもありまして、県内のイチョウの中ではなんと最大。で、この日はイチョウのすぐ隣に住んでいらっしゃる方にお話を聞くことができました。すみません、こんにちは。初めて見ましたけど、まあ、立派ですね。立派すぎますよね。立派すぎるこのね、幹もすごいですけども、葉っぱもすごいじゃないですか。そうです。これ今緑ですけど、黄色くやっぱり色づくんですよね。色づきます。だいたいいつぐらいが見頃ですか。それがね、普通のイチョウは11月の初め頃から色づくんですけど、これは1ヶ月ぐらい遅いんですよ。ということで12月。昔はね、このイチョウが色づいたら麦まけというような伝説みたいなのもあったらしいんですけど、ね、今はもうそれよりちょっと遅くなりました。少しずれて。ずれて、あの、温暖化で紅葉が遅れるのかなということだったんですけども、葉っぱが緑の時はね、山と色が同じということで、遠くからねちょっと分かりづらいんですけどもね。しかし金色に染まり始めると、大きなイチョウがあるということで、見物にね訪れる方も多いそうです。空とのコントラストがまたいいですね。綺麗。いつかね、あの、観光しに来られた人がね、お宅らいいですね、いつも見られてる、何のことがあるかねって言って落ち葉落ちる、花は落ちる、大変ですよって言ってね。花も落ちるんですか。花落ちますよ。でも逆に、じゃあ落ちた時がこの辺り、まあ、黄色になって、なります。綺麗ですね。それは綺麗ですよ。絨毯下になりますよ。今度は下が黄色い絨毯みたいになって。子供の頃はね、よく裸足でずっとこうね、歩きましたけどね。ご主人の人生とともにこのイチョウの木があるわけですね。そういうことですね。見ごろは1ヶ月後。ただ、イチョウを守るためにも、見学の際は囲いの中に入って幹を触ったりすることはしないでくださいね。お願いします。そして最後に向かったのは、さあ、徳地のちょっと小高い山のところまでやってきました。ここにですね、いきなり看板とか上りとかね、バーってあるんですよ。例えばこれ見てください。ステーキって書いてあるじゃないですか。いや、秋深まる、コスモスが綺麗な、本当に田舎の風景って感じなんですが、はい、こちらのお店ですね、その名もズバリ農家レストラン田舎屋さんです。はい、こちらが大人気のお店ということで、お邪魔します。こんにちは。よろしくお願いします。中もこれ雰囲気がいいですね。ね、木の雰囲気でね、ちょっと落ち着いたトーンで。養殖に半世紀以上携わるご主人が10年ほど前実家に開いた田舎屋さん。以前は周南などでハンバーグ店を開いていました。
現在は誰もが好きなラーメンとステーキの2枚看板を中心にメニュー作りをされています。どっちも大好き。箸を食べるステーキ。箸で食べるステーキ。ステーキ多い時でだいたい何枚ぐらい焼かれます？100枚はね。100枚。いいお肉を食べてほしいということから、お肉は国産。この日は宮崎産でいただきます。いい感じにサシが入っていて、もこれ美味しいの分かりますねこれはステーキガーンいって米ドーンいったね最高ですよね。はい、そうなんですね。バッとガーンと焼かれたお肉なんですけどもね、うん、最後は箸で食べるステーキですからね、食べやすくカットして、で年配の、ね、お客さんが多い洋食店ならではのこれ温かい心遣いですよね。美味しいですね。はい、うわー、何このボリューム。これステーキ何グラムですか？200です。200グラム。いやー、テマさん200って言ったらもうね、うん、ペロリのペですよね。しみさんももう2枚ぐらいいけると思いますこれ本当に、はい、あのだってね、年配の方もねこれペロッとね、うん、食べちゃうぐらいだそうですよ。はい、お醤油とお酢で作られたあっさりだれでいただきました。贅沢。うん、口に入れた瞬間からもう美味しい。じゅわ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 っとスラッとした脂が出てきた途端に、このね噛み応えのあるお肉がガツンとやってきて、甘い肉汁と、そしてこのねペッパーの味付けで、その中に塩味が加わって、もうがっつり食べて元気になりたいっていう、そんなお肉ですね。ね、徳地ならではですよね。お野菜も豊富にありますよね。もしかしたらこのご飯って自家製ですね。ご自宅でステーキ焼いてお米を作って、大忙し。忙しいですね。まあ、でもこうやって長年やられてみて、これからは何かこのお店やっていく上での夢ってあるんですか？うん、まあ料理は大体もうこうね、まあ、大体今レベルが高くなってますから、よそもね、まあ、他にああいう庭とかね、ああいう音楽を聴いてもらうとかね、そういうの方へ行きたいな。あ、田舎ならではのいい空気とお水と、そして腕とで育まれたこのお料理、田舎と言ってなめちゃいけん。これは本当に最高級の味でした。はい、ありがとうございます。ごちそうさまです。食欲の秋ど真ん中、秋の移ろいを感じながら徳地の散策を終えました。